こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、秋に買うべき大人服5選というテーマでお届けをしたいなと思っています。まだまだ暑い日が続くわけなんですが、秋服を買うタイミングとしては結構今ですね、いい時期なのかなと思っています。まあ、おしゃれが好きな人ほど実際の季節よりもちょっと前倒しで服を買う傾向があるんですね。まあ、それぐらいの時期の方がいろんな旬なアイテムも並んでいますし、サイズ切れも起きてないので買い物がしやすいんですね。ですので僕の動画を見ている皆さんにもぜひ今のタイミングで秋服の目星をつけていただきたいなと思ってるんですね。まあ、実際にお店を見ていてもですね、結構秋服並び始めてる頃かなと思うんですが、その中からもうピンポイントでこのアイテムがおすすめですというのをですね、今回の動画では皆さんにお伝えしたいなと思っています。まあ、価格帯も結構いろいろとミックスしてあります。買いやすいですね、ファストファッションブランドからセレクトショップのオリジナルまで、大人の男性に似合いやすいものをセレクトしてありますので、ぜひ皆さん秋の買い物の参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしているので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということで、ここからはですね、具体的に皆さんに秋におすすめしたい大人服をですね、ご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、秋に入ってすぐ使えるようなこちらのですね、ロンTですね、アーバンリサーチのヘビールーズウォームロング T シャツ、価格は7700円になります。これがですね、秋に入ってすぐ使えそうな名作の T シャツかなと思っています。まずはですね、カラー展開なんですが4色あるんですけども、その中でもピンポイントで僕のおすすめをお伝えするとスティールブルーというカラーですね。これ読み方スティールなのかスチールなのか微妙なところなんですが、この色味が圧倒的に素敵だなと思ったので、今回一番最初に持ってきました。まあ、ロンティーというのは便利で、半袖の T シャツの袖をそのまま長くしたような感じなので、夏の延長線で着やすいアイテムなんですね。しかも、まあ、半袖の T シャツが苦手な方でも、長袖であれば、ちゃんと二の腕も隠すことができるので、結構大人っぽさも漂わせることもできますし、まあ、あとはサイズの選び方次第で、トレンド感みたいなところもですね、緩いサイズ感で出すことができるので、意外と持っておくと便利なアイテムかなと思います。とは言いつつ、僕自身はですね、あんまりロンティーって好きではなくて、着て来なかったんですね。というのも、長袖だったら結構薄手のニットを着てしまうことが多かったので、ロンティーよりもニット派だったんですが、やっぱり夏の終わりから秋だとかそういった季節にはロンティーあると普通に便利だし、ニットに比べると洗濯もしやすいし手入れも楽なので、持っておくと便利だなというのをですね、ここ数年実感してるわけなんですね。まあ、ぜひ皆さんにもそんなロンティーを楽しんでいただきたいんですが、まあ、ロンティーいろんな色があるわけで、白だとかブラックだとか、このあたりは定番で、まあ、間違いのない選択肢だと思うんですが、1枚で着てちゃんと様になる、人との違いも出せておしゃれ感が出せるというところでは、このブルー系なんだけども、ちょっとこうダークグレーっぽさも感じるような曖昧な色合い、すごくいいなと思いました。まあ、結構ですね、このようなブルーグレーみたいな色合いというのをですね、アーバンリサーチはよくやっているわけなんですが、ネイビー系だと結構ベーシックだし、グレー系もまあ割とよく最近は出てきていますので、磨ける機会も多いと。その中でその中間ぐらいをまさについたこの色合いというのはすごくですね、使い勝手もいいし、なおかつおしゃれにも見えやすい色合いなんですね。で、こちらの写真ではロンティーに対してホワイト系のボトムスですね、爽やかに合わせていますが、このようにブルーグレーとホワイトのパンツ、相性めちゃくちゃいいです。それだけではなくて、僕が普段皆さんにお伝えしているようなブラック系のパンツでギュッと引き締めるのもバランスがいいかなと思うんですね。なので結構着こなしの想定もしやすいですし、意外とですね、短パンなんかにも合うんですよ。グラミチだったり、ノースフェイスだったり、パタゴニアだったり、そのあたりのブラックの短パンに対して、このような長袖の T シャツを合わせるという着こなしも、結構おしゃれが好きな方にとっては定番的な合わせ方になるので、まあ、ぜひ皆さんも試していただきたいなと思っています。生地自体は割とですね、厚みがあって、体のラインを拾わないような、ちょっと男らしい肉感があるような、そんな T シャツになってるんですね。なので、このような T シャツっていうのは、ガンガン選択しながら、少しずつ生地の風合いの変化を楽しむというのがベストかなと思うんですが、表面にはコットンを使っていて、裏面はですねポリエステルを使ってるんですね。ですのでちょっと今の時期にはあんまり考えにくいんですが、しっかりと保温性も担保されていて、肌触りもすごくいいので、秋から冬にかけて着こなしのベースになるというところでは1枚でも主役になるし、この上にブラック系のアウターを着る時にも使い勝手がいいので、まあ1枚持っておくとすごく便利かなと思っています。まあユニクロ U のロンティーとかでも全く問題がなくて、僕も去年2枚ぐらい買いましたが、ただですね、このブルーグレーみたいな色合いというのはなかなか他では表現できないので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。
はい、続いて2点目なんですが、僕が今着てるようなカーディガンですね。これまた秋に入ったらすごく活躍するようなアイテムで、今の僕のようにですね、夏に着ていた T シャツの上にカーディガンを羽織れば、秋の着こなしが簡単に実現できるので、1枚あると便利なのかなと思います。まあカーディガン、いろんなサイトで見たんですが、個人的には結構 GU が良かったなと思っていまして、今着てるのはですね、先日の GU の動画の時にも出しましたが、ワッフルカーディガン、長袖ですね。こちらのグレーを羽織っています。これも非常に良くて、僕自身ですね、秋にガンガン活用したいなと思うんですね。残念ながら今日はですね、最高気温33度あるので、今汗だくで着てるわけなんですが、まあもうちょっと季節が進んだらですね、このようなカーディガン、使い勝手がいいかなと思うんですね。表面の凹凸感があるおかげで、上品なカーディガンの中にも少しカジュアル感というところが表現できるので、なかなかバランスがいいんですね。で、GU のカーディガンっていうのは、ユニクロに比べるとサイズ感がもうちょっと緩めになっているので、体のラインを拾いづらいですし、今っぽさが出せるんですね。僕は結構ユニクロよりも GU のカーディガンの方が好きなので、大人男性にもですね、ぜひおすすめしたいのがこちらのカーディガンかなと思います。まあ、ちなみにですね、新作でスムースニットカーディガンというものも出ていまして、こちらのブラックですね、これもなかなかバランスがいいなと思いました。なぜこちらを出したのかと言いますと、先ほどご紹介したヘビールーズウォームロング T シャツのブルーグレーっぽい色合いですね。この色にぜひですね、ブラックのカーディガンを合わせていただきたいんですね。まあそれに対してホワイト系のパンツなんかでちょっと明るさを出してあげれば、大人の着こなしとしてはかなりバランスがいいので、まあカーディガンの色ですね。このようなダークグレーもいいんですけども、ブラックでバキッとですね、引き締めてあげるとより似合いやすいかなと思うので、こちらのスムースニットカーディガンもですね、かなりバランスがいいんじゃないのかなと思います。価格はですね、どちらも2990円ということで、まあ普通ですね、セレクトショップのオリジナルとかでは考えられないような価格帯で、まあサイズ感とか雰囲気はセレオリっぽさがあるので、これぜひおすすめしたいものかなと思っています。で、こちらのスムースニットカーディガンの方が表面の質感としては凹凸感がなくてさらりとしてるんですね。まあより上品に見えるようなカーディガンなんですけども、サイズ感は緩さがあるというところ、この2つのですね、相反するギャップというところがうまくマッチしてるので、かなりバランスがいいんじゃないのかなと思っています。もちろん先ほどのですね、ブルーグレーのロンティーにも合いますし、僕が今着てるような夏場に活躍する大人っぽいですね、プリント T シャツだとか、無地の白 T だとか、あとはボーダーの T シャツなんかにも、このようなカーディガンめちゃくちゃ相性がいいので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目はですね、僕も今着ていますが、シャツですね。僕はもう皆さんもご存知の通り、シャツ愛好家で、本当に1年の間にですね、いろんなシャツを購入するんですね。おそらくですね、あらゆるアイテムの中で僕は一番シャツを買ってるかなと思うんですね。これなぜかというと、使える用途が非常に広いのと、あとは季節的にも長い間着ることができるのがシャツだからなんですね。まあ、真夏はですね、さすがに暑いにしろ、長袖のシャツは秋にも使えて、冬にも使えて、春にも使えるというところで、真夏以外の 3.5 シーズンぐらい使えるので非常に便利なんですね。で、着るだけで大人っぽく見えるというところでは、ロンティーなんかはカジュアルさがあって、それはそれでいいんですが、シャツの小綺麗さというのは大人の男性には欠かせないと思っているので、まあぜひ皆さんにもご紹介したいなと思っています。まあその中で結構いろんなショップ見ましたが、今回はシップセニーのリラックスレギュラーカラー長袖シャツ8910円ですね。これがおすすめかなと思います。カラー展開は4色になっているんですが、個人的にまずおすすめしたいのはライトブルーですね。僕自身も今着てるシャツがブルー系のシャツなので、この使い勝手の良さというのはもう抜群なので、まあ、ぜひ皆さんにもおすすめしたいなと思っています。まあ、このようなレギュラーカラーというですね、普通の襟型のシャツですね。それでいてデザインはベーシック、ミニマルなんだけど、サイズ感は肩のラインが落ちていて、ちょっとゆったりめというシャツは、割とですね、ここ最近はいろんなお店でやっているんですね。ただこのようなシャツって結構ですね、1万5000円ぐらいするものも多かったりするんですね。まあ素材にこだわっていて、トーマス・メイソン社のですね、生地を使ったシャツなんかが結構各ブランドでやってたりするんですが、ちょっと高いんですよね。なので、まあ1万円以内で何かいいものがないかなというところで、まあ今回見つけたのがシップセニーのこちらのシャツになります。ライトブルーは少しですね、ブルーの中でも上品さの漂うようなツヤ感のあるブルーで、
なかなか上品に見えるんですよね。これはですね、雰囲気なかなかいいかなと思います。まあ、ブロードの生地を使っていて、商品を仕上げた後に洗いをかけているので、少しこう、こなれたような柔らかさだとか、カジュアル感というところが増しているのが、このシャツの魅力かなと思います。まあ、サイズ感は、ややですね、ワイドではあるんですが、決して大きく振りすぎてないんですね。僕が今着てるシャツは結構緩めだったりするんですが、まあ、そうなると、似合う人の範囲がちょっと限られてくるので、まあ、大人の男性にはおすすめしやすいのは、こちらのような、まあ、あまり大きくなりすぎないようなレギュラーカラーシャツかなと思っています。皆さんのいつもの適正サイズを選んでいただいてもいいですし、ちょっとこうトレンド感強めにしたいなという場合は、ワンサイズ上げてもいいかなと思いますね。まあ、僕の場合は、身長164センチ、53キロなので、まあ、おそらく M サイズでいいかなとは思いますが、まあ、皆さんもサイズ選びに関しては、まあ、そのあたりをですね、まあ、頭の片隅に置いていただくといいかなと思います。着こなし方は簡単で、白 T の上に羽織る以上です。で、第一ボタン開けて、少しだけ白 T を見せながらというのが、まあ、使い勝手がいいかなと思うんですね。ボトムスに関しては、ブラックだとか、ダークグレーだとか、ネイビーだとか、濃い色でまとめてあげれば、まず間違いがないですし、ホワイトだとか、オフホワイトのような明るい色でまとめるのも、意外とバランスがいいかなと思います。それ以外には、結構オリーブ系のカーゴパンツだとか、ちょっと男臭いようなパンツにも意外とあったりするので、かなり使える範囲が広いのがブルームジ系のシャツかなと思います。続いて結構ネイビーのストライプですね。こちらもなかなかバランスがいいかなと思います。まあ、ストライプの柄の中でも割とピッチが狭めで上品に見えるようなシャツなので間違いなく大人の男性にも似合うかなと思います。これであったらより白パンだとか、あとはネイビーのパンツ、デニムなんかで合わせてもなかなかバランスがいいかなと思うんですね。意外とネイビーのストライプでこれぐらいピッチが細いものって見つからなかったですので、なかなかバランスがいいかなと思います。まあ、ぜひ皆さんも持ってない方ですね、1枚加えてあげて、秋から早速着ていただきたいですし、もっと季節が深まれば、この上にコートを着たいだとか、シャツアウターを着たいだとか、そんな着こなしにもめちゃくちゃバランスがよくハマるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、まだ季節的にはやや早く感じますが、ライトなアウターですね。こちらでおすすめしたいのが、グリーンレーベルのですね、TW サージカバーオールウォッシャブルですね。価格は15,400円になっています。これはですね、もうグリーンレーベルのお箱と呼べるようなデザインのアイテムかなと思います。まあ、秋になって少しずつ肌寒くなってきた時に、やっぱり羽織物があった方が便利かなと思うんですね。まあ、先ほどご紹介したようなシャツですね。こういったものも T シャツの上に着ると羽織物感覚で使えるんですが、もうちょっと肌寒くなってきたら、やはりこのようなシャツアウターだとかカバーオール系のアイテムがすごくあると便利かなと思います。まずは丈の感じなんですが、ロング丈のステンカラーコートになるともうちょっと季節的には後かなと思うんですね。それよりも前に軽く T シャツの上に羽織るとしたら、このようなカバーオールはすごく便利なんですね。お尻がギリギリ隠れるぐらいの長さで足さばきもいいですし、カバーオールというですね、本来はすごくカジュアルなアイテムではあるんですが、素材感が上品なので大人の男性にも似合いやすいのがこのアイテムの特徴かなと思います。これまでにもグリーンレベルのですね、このようなカバーオールは何度も僕は着てきましたが、すごく使い勝手がいいんですね。ロンティーの上に着てもいいですし、先ほどご紹介したようなシャツの上に着てもいいですし、あとはニットとも相性がいいので1枚あれば様々な横展開も可能だったりするので、これは1枚あると便利かなと思います。カラー展開がですね、3色なんですね。まあ、今回はですね、定番的なネイビーだとかグレー系がなくて、ダークグリーンという色合いですね。これがですね、使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、グリーンというですね、ネーミングにはなっていますが、そんなに緑してる感じではなくて、割とですね、ダークグレーの中にほんのりグレー感が漂うような、そんな色合いになっているので、なかなか品があって、なおかつベーシックなんだけども、ちょっと色味の面白さというところも味わえるので、この色合いがまずは一押ししたいかなと思っています。コーディネートは簡単で、白 T の上に着てもいいし、ブルーシャツの上に着てもいいし、まあ、結構いろんなものに相性がいいかなと思うので、そこまで深く考えずにガンガン着ていただきたいなと思います。ボトムスはブラックだとか、あとはデニムなんかで合わせてもバランスがいいんじゃないのかなと思っています。で、もう一色、その他1となっているものなんですが、これがですね、色合いはちょっとこうブラウン系のですね、マイクロチェックになってるんですね。これもですね、なかなかバランスがいいなと思っています。まあ、秋冬らしいですね、このようなア
ースカラーですね。こういったものを取り入れながらも、チェック柄ですね。これも旬な柄になるんですが、かなり細かめのチェック柄になっていまして、遠目で見ると、なんか凹凸感があるように見えて、平坦に見えないんですね。このあたりのバランスも含めて、この色合いと柄感、すごくいいんじゃないのかなと思いました。まあ、ブラウンという色は失敗するとおじさんっぽく見えるんですが、まあ、ブラウンの中でも深めにしてあって、柄もですね、かなり細かくしてあるので、大人世代が着ても全くそのように見えることがないかなと思うんですが、内側に着るものは白だとかライトグレーの丸首のニット、T シャツだとかちょっとクリーンに見えるものを合わせて、ボトムスはブラックだとかダークグレーでギュッと引き締めれば、まずおじさんっぽく見えることがないかなと思います。まあ、結構難しいところですよね。どっちの色もいいですし、もう一色のベージュもですね、なかなか柔らかみがあっていい色なんですよ。これまたですね、見れば見るほど良くて、ちょっとこうグレー感があるようなベージュなので、明るく見えるし、人との違いも出せるというところでは、かなりですね、好印象な一枚になってるかなと思います。結構順位つけづらいですが、ぜひ皆さんもですね、どの色が一番気に入ったのか、コメント欄で教えていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目はボトムスを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、いつもの流れだとこのボトムスはですね、ブラックだとかダークグレーだとかホワイト系のイージーパンツをですね、入れることが多いんですが、まあ、そろそろですね、僕の動画を見ていただいている方だと、もうそのあたりは持ってるよ、次の1本を教えてくれっていう方も多いかなと思うので、ちょっと違ったアプローチをしたいなと思っています。で、今回ご紹介したいのが、これはですね、リーバイスのですね、別注501オリジナルダークインディゴですね。まあ、僕ら世代だったら、リーバイスの501というのは結構胸厚なデニムかなと思います。まあ、僕自身ですね、ファッションに興味を持ち始めたのは中学校2年生ぐらいの時期だったんですが、まあ、その時に人生で初めて買ったデニムというのがまさにリーバイスの501だったんですね。当時は古着ブームだったので古着屋さんで購入したわけなんですが、まあ、ヴィンテージ感あふれるデニムを履くのがですね、僕の中ではすごくですね、思い出深かったんですけども、あれからですね、20数年が経ち、まさか40代に入ってからもう一回ですね、501を買うとは思ってもいなかったんですね。まあ、残念ながらちょっと今手元にはないんですよ。まだオンラインで購入して届くのを待っている状態なんですが、まあ、なぜこの501だとかデニムをですね、今回お勧めしたいと思ったのかなんですけども、数ヶ月前にですね、ビューティー&ユースで僕は久々にデニムを買ったんですね。しかもデニムの中でも割とこう色が濃くてほとんど色落ちしてないものをですね、皆さんによくお勧めしてたと思うんですが、まあ、そういったものも僕は持っています。まあ、時々履いたりもするんですが、ちょっと雰囲気変えたいなというか、同じものばっかりだとワクワク感がないので、ちょっとですね、久々に色落ち感のあるものが欲しいなと思ってこちらのデニムを買いました。しかもですね、シルエットはワイドなものではなくて、割とですね、ストレートに近いような形で、裾の部分だけちょっとフレア感があるものを購入したんですね。これがなかなか新鮮で、結構ですね、個人的には気に入っているんですね。割と小綺麗なジャケットに合わせたりだとか、あとはシャツに合わせたりするときに、このようなデニムって1本あると着こなしにカジュアル感をうまくミックスすることができるので、やっぱり使い勝手がいいんですね。で、このデニムが非常に良かったんですが、割とですね、この裾がフレアになっているところですね。ここにですね、やや癖があるので、まあ結構賛否両論があるんですね。個人的には好きなので、これからも履きたいなと思っているんですが、まあよりプレーンな雰囲気ですね。ストレートシルエットで色落ちの感じも、これよりはもうちょっと濃色に仕上げてあるこのリーバイスの501ですね。これは501がですね、今年生誕から150周年を迎えるということで、それを記念したですね、コラボデニムになっていまして、ジャーナルスタンダードだとかエディフィス、レリウム、417エディフィスですね、この4ブランドの別注モデルということで誕生したデニムになってるんですね。まあ、これ発売されたのはちょっと前で、以前からずっと気になっていたんですが、まあ、デニムの気分じゃないよなっていうのが正直なところだったんですけども、このビューティー&ユースのデニムを経て、まあ、久々にですね、使い勝手いいなっていうのを実感したので、まあ、改めて今回購入をしてみました。結構サイズ展開が広くて、28インチから36インチまであるんですね。ここに気合を感じるのと、501らしいですね、ストレートシルエットですね。決して細くもなく、かといって太くもなく、良い意味で普通のシルエットなんですけども、
これがかえって新鮮に見えるというのが、今501が改めて再評価されている理由なのかなと思っています。まあ今のタイミングでバキバキに細いスキニーデニムが欲しいかというと、ちょっと気分じゃないなと思いますし、かといってワイドシルエットのデニムだと、これまた大人世代だと、どうしてもですね、デニム自体がカジュアルなのに、さらにシルエットが太いということで、ちょっとこう難易度は上がるかなと思うんですね。なのでラインとしては綺麗なストレートなんだけども、決して太いこともないし、かといってバキバキに細いことはない。ある意味で普通の501というのがすごくですね、今の感覚には合いやすいのかなと思います。特に秋冬だとロング丈のコートですね、このような綺麗なアイテムなんかを着ることも多いかなと思うんですが、そういった時にこのですね、ちょっと色落ちしたようなデニムっていうのはめちゃくちゃ相性がいいんですね。なのでちょっとこう秋冬はですね、こちらの501皆さんにもお勧めしたいなと思っています。で、こちらのですね、色合いがすごく良くて、深めのインディゴブルーもいいんだけども、ちょっとこう色落ち感があるものが欲しいなと思っている中で、ちゃんと色が抜けているんだけども、どこかに上品さというところが漂うような、大人感のある色落ちが表現されてるんですね。そしてポケットの口の部分だとか、あとは裾ですね、このあたりにダメージ加工も採用しているので、まあヴィンテージ感があって、こなれ感があって、なかなかバランスのいい仕上がりになってるんですね。リーバイスらしい腰のレザーパッチだとか、まあ服が好きな方であれば、ちょっと胸厚なですね、ビッグイのレッドタブだとか、このような細部にもしっかりとこだわりながら作られているので、まあ大人世代にとってはちょっと一本持っておくと、なかなかですね、懐かしさもありながら、逆に今履くと普段の着こなしの中に新鮮さをもたらしてくれるような、そんな一本仕上がってるかなと思うので、まあ今回ですね、ピックアップさせていただきました。まあ僕自身もですね、この秋冬は特に綺麗めなコートと合わせたりだとか、あとはジャケットとも相性が良かったりするので、まあちょっとですね、このデニムを軸にですね、新しい着こなし、ちょっと開拓をしていきたいなと思っています。まあこのようなデニムに対してどんな靴が合うのかというと、なんかニューバランスのスニーカーだとか、まあそういったちょっとぽってりとしたようなものよりは、もうちょっとそっけないですね、コンバースのオールスターだとか、あとは逆に小綺麗に見えるようなローファーだとか、まあそのようなちょっと普段僕がよく履いているようなシューズよりは、ちょっと違ったアプローチが必要になってくるかなとは思うんですが、まあたまには新鮮な気分で改めて501に向き合うのもいいかなと思ったので、まあぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では秋におすすめしたい大人服5選ということで、皆さんにいろんなアイテムをですねご紹介させていただきました。我ながらですね、いろんなサイトを閲覧しながら厳選した5点なので、まあ自信を持って皆さんにおすすめできるかなと思っています。まあ GU のカーディガンからセレオリのアイテムまでいろいろと含まれていますが、まあぜひ皆さんもですね、ご自身のワードローブを確認してもらって、足りてないものがあったらですね、買い足してみるのもいいんじゃないのかなと思っています。まあこんな形でですね、これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思っているんですが、まあ普段の動画の中ではなかなかお伝えできないような、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、専門ブランドのですね、情報に関しては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と週に1本のですね、ライブ配信ですね、こちらをやっていまして、皆さんからのご質問に直接お答えしながらワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日配信をしています。まあだいたい一記事あたり 1-2 分で読めるような分量になっていますので、まあ気になる方はですね、こちらも動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。